おいすー、脳筋ハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん、減塩戦争2周年おめでとうございます。よいしょ。自分はですね、初日からカオス、オーディン、ティナ、ともに天井に頭をこすりつけました。励ました。そして2回目の天井衝突で息を引き取りました。そして今日復活しましたんで、動画続けていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ということで本日は2周年始まって新しいコンテンツが増えたわけで、ちょっとまだ分かりにくいっていう方多いと思います。今回はね、本当にコメントとかでもね、説明してほしいという声がありました。俺説明するのすんごい下手なんですけど、自分なりにこういう風にやったらいいんじゃないかっていうのをね、ざっくり今回はお話ししていきたいと思います。それでは見ていきましょう。レディゴー。ではまず簡単な方からお話ししていきたいと思います。一人のキャラに対してビジョンカードを2つさせるようになりました。メインとサブですね。能力の重複とかがどうなるのかわからない、ややこしいっていう声結構ありましたけども、これねすごく簡単に考えてもらっていいんですけども、メインはメイン、今まで通りですよね。ブッキングすると、高い方が優先される。でサブに関してはメインとの、能力はね全く関係ないんですよ。サブはサブでブッキングするかどうかっていうのを見といてもらったらいいんですよね。だからメインとサブが同じねものをつけてたとしても、これはブッキングないんですよね。ちょっと喋ってるだけだったらわからないと思いますんで、試しにつけてみていきたいと思います。例えばスカールとか魔法キャラのビジョンカードに何がつけることが多いかと言いますと、こういうねラムーの魔力アップとか嫁入り道具の魔法攻撃アップをつけることが結構多いと思います。今回はこの嫁入り道具つけましょう。魔法攻撃アップ35、はい、これでパーティー全員に魔法攻撃アップ35が今ついてる状態なんですよね。で次にラナンにエウロペをつけましょう。これは雷ユニットの魔法攻撃アップ35、これね同じパーティーアビリティになるんですよね。そうするとここに効果重複されると、でこっちが優先されるんですよね。これは今まで通りなんですけども、じゃあこのねエウロペを外してサブのところにエウロペをつけた場合、サブにつけると少し能力は下がります。で HP とかこの魔力とかも下がってるんですけども、これはつけたキャラの能力が下がっているんじゃなくて、この、エウロペ自体の能力は下がりますけども、この数字はキャラに反映されますよということですので、これつけるだけ得なんですよね。これぶっちゃけ言うとね、全然パーティーに関係のない、そのパーティーアビリティのビジョンカードをつけたとしてもキャラの能力は少し上がりますんで、自分がねこのパーティーのサブにつけるものが何もないっていう方でもね、とりあえず何かつけておいたらキャラのステータスが上がりますんで、これはねつけといた方が絶対いいです。開けとくよりもつけといた方がいい。はい、でこれでですねメインとサブに同じものがついたわけなんですけども、はい、重複の、ところは何もないですね。ということはですね、メインはメイン、サブはサブで、ブッキングしないように考えてつけていったらいいと思いますんでね、これかなり簡単ですね。あとはですねビジョンカードにアビリティがついてるものが何個かあるんですけども、まあ例えばこのロブのビジョンカード、ここに絶踏音弾っていうものがあるんですけども、サブにつけて打てるのかどうかっていうところなんですが、しっかり打てます。はい、ということはですね、今後サブのねビジョン枠がついたということなんで、ビジョンアビリティ付きのビジョンカードがいっぱい出てくるんじゃないかなと思うんですよね。でここにね、まあ、サブとして使えるというわけなんで、まあ、例えばね、こういうパーティーアビリティを今つけたくないんだけど、このビジョンアビリティだけを欲しいっていうね、まあ、例えばこういうトリプルトリックとかあったら、斬撃のキャラで、チェインを稼げない
キャラがいたらね、こういうのを持たせておいてたりすると、かなりね戦略の幅が広がってくるんじゃないのかなと思います。次にですね、トラストマスターに新面積をつけて能力を上げていこうという新しいコンテンツが来たんですけども、こっちの方がちょっとややこしくて分かりにくいところが多いと思います。自分なりにね簡単にお話ししていきたいと思います。まずホーム画面から武具を選んでもらって、この上のところにトラストっていうボタンがありますんで、そこを押してもらうとトラストマスターの一覧が並びます。でどれを強化していったらいいのかっていうのは、そのあたりは自由だと思うんですけども、基本的にはギルドバトルとかイベントクエストとかで必ずつけていくようなものを優先してやっていったらいいんじゃないかなと思います。まあ例えば鈴とかね、このふんどしとかで、持ってない方なんであればこのルシオのトラマスとかがねかなりいいんじゃないかなと思います。今回はこのルシオのトラマスいじっていきたいと思います。はい、こんな感じの画面になると思うんですけども、一番最初にやることはロックの解除ですね。6箇所鍵がかかっておりますんで、これを一つずつ解除していくという作業をしてみてください。秘伝書とお金がかかります。なんでこれいちいち解放するだけでお金と秘伝書を使わなあかんやろね。これ普通開けといてもよかったと思うんやけどね。わざわざね新しいコンテンツが始まったと同時にね、なんでこういう素材を使わせるんでしょうかね。ここ別に素材なくても初めから解放しといたらいいと思うんですけどね。すべての場所が解放できました。次にやることはどこでもいいんですけど、一箇所タップすると、今はですね SSR までのものしかつけれないんですよね。これをですね強化をすることによってUR のものがつけれるようになるということですね。この場所だけは今 UR をつけることができます。あとのところは SSR までのレアリティのものしかつけれないということですね。はい、次に新名石というものを作っていくんですが、ダイレクトに新名石というものがあるわけではないんですよ。欠片を集めて新名石を作っていくっていうことなんですが、イベントクエストの一番上にですね、こういうステージがあると思います。枠が6箇所ありましたんで、ここもね6箇所のステージがあるということなんで、自分の好きなところ、埋めたいところのやつを周回して、集めていくという感じですね。ただですが、ここでは緑と青と紫の新面積のかけらしかドロップできません。黄色とかピンク色のかけらはどうやって集めていくかと言いますと、ホーム画面からアイテム交換所に行きます。そうするとそこの項目に新名石のかけらっていうところがあります。ここでも6箇所ありますね。自分の好きなやつを選んでもらいます。はい、ここでですね黄色とピンクの交換ができます。黄色が欲しければね、これを選んでもらって下から上げていくことができます。でピンクの場合はですね、紫と黄色から上げてくることができるんですけども、間に黄色にしてからピンクにするよりも紫からダイレクトにピンクを選んだ方がいいです。これは交換レートが同じです。で黄色を間に挟んでしまうと、黄色を作りたい時にこれは月で限定100個しか作れないので、紫からピンクダイレクトにするのがおすすめですね。黄色を作りたい場合はそのまま黄色を選んでもらって大丈夫です。交換所とは別のところからかけらをゲットすることができます。例えば今来てます FF6 の EX クエスト、今回からハイスコアというものがついてきました。これはですね、他のイベントクエストの難しいところには必ず今ついてる状態ですね。これをね、まんべんなくやってもらっていいと思います。わざわざ高得点を狙ったムーブはね、別に今は意識しなくていいと思います。これをですね、やることによって、このミッションのイベントのところのハイスコアチャレンジっていうところ、これがね、累積になってくるんですよね。はい、これでね、どんどんこのメダルを受け取ってください。でこのメダルをですね、モグショップにね行くと、ピンクのかけらと黄色のかけらダイレクトに受け取ることができます。一度行ったクエストをねもう一回行くのは非常にめんどくさいですけどもね、このレアリティの高いかけらのためにですね、もう一度皆さん周回し直してみてください。はい、では新名石作っていきたいと思います。下のボタンから錬成を押してもらいます。そうするとこういう画面になるんですけども、ここでまずね場所を選んでほしいんですけども、分かりにくいですよね。
簡単に覚える方法なんですけども、1番目と3番目と5番目これが左です。2番目と4番目と6番目これが右です。そして左は防御形、右が攻撃形っていう感じでざっくり覚えておいてください。じゃあまず1番目3番目5番目の新名石を作っていきましょう。青色の HP これをやっていきましょう。これを、連成します。はい、そうすると、こういう風なステータスが表示されるんですけども、これすべてランダムです。まあこのあたりはね、は最初のうちは気にしなくていいと思います。はい、2つ目もね同じやつを選びましょう。これをですねすべて、やっていきますね。これで青色の新名石が3つできました。これをですね先ほどのルシオのトラマスの左側につけることができます。セットを選んでもらって、はい、これですね。はい、1つ目で2つ目、はい、ちょっとボタン押す項目めちゃくちゃ多いですけどね。で3つ目、はい、これで左側 HP3 つつけました。なんで3つとも HP なのかと言いますと、ここにですねセットボーナスというものがあるんですよね。今 HP を3つつけましたんで、これですね、最大 HP アップ 5% と全属性アビリティ攻撃耐性アップが5をつくんですよね。ですので、あの左側3つ同じやつ、右側3つ同じやつ、つけた方がこのセットボーナスがかなり強くなりますんで、そういう付け方をするのがおすすめだと思います。幻影戦争ってアイテムを装備した後外す時に何かアイテムとかギルがかかるんじゃないかって思うでしょ。大丈夫です、無料で外せます。次にですが、トラストマスターに新面積をつけるだけではなく、新面積一つ一つの能力を上げることもできます。タップをしてもらうとこんな感じの画面になるんですが、まず強化はですね基礎ステータスの上昇ができます。HP が上がりますね。でこの鍛錬っていうやつなんですけども、これがねちょっと運ゲー要素があるんですけど、上からクリティカル回避 HP TP っていう、ね、やつがあるんですけども、これ10万ギルを払うと、はい、こういう風な、わかりますか、今マイナスなりましたね。あの自分の好きなところで止めるみたいな、これはねちょっと運ゲー要素が相当強いので、あまり無理はしない方がいいですね。最後にですね、新名石をいっぱい作ってこれいらなくないかなっていうやつ出てくると思います。例えばこれがねもう必要ないなと思ったら、分解っていうのがありますんで、それを選んでもらいますと、はい、今まで使ってきたアイテムは全て返ってきます。はい、ほとんどデメリットはないのかなと思います。これでですねまた作り直すっていう感じですね。先ほどはねこれのね HP、やりましたけど、これをまた作って新しいね、付加能力が生み出せるということなんですよね。これねかなりのやり込み要素になってきますんで、自分の、好きなやつが出るまでガンガンやっていこうよというやつですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。俺ねこういう真面目な動画撮るのマジで苦手なんですよね。なんか真面目だと思われるじゃないですか。まあ今回のねこの動画でちょっとでも理解して、新名石要素楽しいなと思ってもらえたらいいかなと思います。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。チンチン。